全世界待望、本物のドラゴンボールが17年の時を経てスクリーンによみがえった。原作者鳥山明が初めて脚本から関わった話題作ドラゴンボール Z、 神と神が豪華声優陣を迎え本日より公開。オス、ちょっとオラと戦わねえか。オス、オラ悟空、世界中のファンのみんな待たせたな。担保していた。何？オス、オラショコタン、ドラゴンボールに出演できるだなんてギガント嬉しす。特大の花火でも打ち上げているのか。ほら松本、一生の思い出になって嬉しいっす。魔人ブーとの戦いから数年、平和な日々を過ごしていた悟空たちの前にフリーザ、セル、魔人ブーを超える最強の敵、破壊神ビルスが現れた。地球は破壊させてもらおう。破壊を楽しんでんじゃねえぞ。ファン待望のキャラクターが総出演。果たして悟空は地球を救うことができるのか。ドラゴンボール Z 最高。小さい頃からドラゴンボールを見て育ちました。本当に今回感激してます。悟空がかっこよかったです。みんなのために戦ってたベジータがかっこよかったです。今まで見たドラゴンボールで一番面白かったです。絶対もう一回見ます。みんな絶対見てくれよな。ああ